はい、じゃあ今ね朝の5時半ぐらいなんですけど、浜名湖でやるキャンピングカーファンフェスへ行ってきます。なんかねキャンピングカーが100台ぐらい集まるらしいんで、自分のキャンピングカーの内装とかも妄想しながらいろいろ見ていきたいと思います。今回はね自作というより多分キャンピングカーが多いと思うんですけど、もともともうキャンピングカー買いたいって思ってたぐらいキャンピングカー好き人間なんで、いろいろ見ていきたいと思います。それではスタート。こんにちは。やっぱ昴生くんどこよ。なんか隅っこの方さね。あ、お邪魔します。はい、めっちゃ綺麗ですね。綺麗ですね。収納も多いですね。そうです。いいな。ベッドの下も大型の格納庫があります。おお、すげえ。うわ、ここも、はい、冷蔵庫と冷蔵庫90リッターで、はい、で下は、うん、シンク下は、はい、そこも鍋とかお皿もめっちゃ綺麗いいっすね。いい暮らしが見えます。まあそうそう、ここで住んでるから僕たちは、はいはい、家をなくしてここで家代わりにしてます。あ、すげえ。もう完全に住んでるんですね。完全に住んでます。すごい。日本を回ったりして。そうですね。まだ北海道行けてないんですけど。あ、いいすね。沖縄は行きました。あ、いいですね。すげえ。あ、これいいですね。めっちゃこれ感動する人多いね。これすごいいいですね。どうなってんだろう。これはレールが2個あって、はい、こうで、はいはい、ではこっちのレールで、うん、こういう感じですね。こうです。そして回転はまあここを緩めてる。まあ、でまあ、こうなったら回転。多分こんなに痛いかな。あ、こういう壊れるな。これはすごい便利ですね。作れなさそうだ、これは。わからんくなりそう、うん、ここだけ売ってるといいね。そうですね。ここがなんかわかんないです。うん、うん、そう、いいっすね。なんか落ち着くな。ああ、ここと繋がってるんですね。そう、これがベッドで、はいはい、ここに給排水、あ、タンクがこっちまで来てたんだ。あ、いいっすね。タンクも出しやすいし。そうそう、めちゃめちゃ考えられてるわ。ね、本当にすごい綿密に。確かに。自分まだキッチンとか作ってないんで今、はい、すごい迷ってますね。タンクの位置とか。なるほど。結構いいよねこの位置。いいですね。ありがとうございます。思ってる中で割れてる。
っても大丈夫ですか。あ、違う、ちょっと、すいません、私がオーナーでは。でかなかなか30万円コロナでちょっと。確かに高いんですね、結構今はちょっと10センチぐらい下げてる。あ、下げてるんですか、これで。あ、すごい憧れ。いやいや、もうすげえ畳があんな。あ、広いっすね。あれ広いな。すげえ高さ結構ありますよね。入っていいですか。邪魔します。よいしょ。170ぐらいになったな。65か。荷物も結構入りますね。そうですね、結構入ります。いいっすね、木の匂いが。うわ、すごい、一番落ち着くかもしれないです、この車。この高さで行くとね、はいはい、はいはいはい、なんかご飯でも食べても。はいはい、役所も行ってきたんですけど。ありがとうございます、はい、寝ちゃいそうっすね。あ、これいいな。大丈夫。わっす、これつけたいっすね。これ結構いろいろなんか種類あるんで。はいはい、これを逆につけたり、縦につけたり、うん、はいはいはい、あのつけたり、あとマリンライト、はい、ですから検索すると出てきます。そうですね、自分も1個買ったんですけどね、マリンライト。これ配線はどうなってるんですか。配線はこの中、板全部外して、はい、でこう配線通す分だけこう、はい、板のところ削って、うん、配線をこう、やって、ね、すげえ。でバッテリーもあの箱の中にあるんですけど、はいはい、ソーラーで発電して、お蓄電して。すごいな。あ、はいはいはい。うわ、すげえ。すごい。自分ね、直角にしてるんで、もうやっぱ。やっぱりこれのせいっていう、これのおかげか、はい、高速で走ってても、うん、結構、まあ、ふらつきはするんですけど、はいはい、安定はするっていうか。こういうオートマです、マニュアル。まあ、マニュアルです。マニュアル。マニュアルがいいですよね。自分もマニュアルです。どうしてもやっぱり坂とか、そうですよね、重いの乗せるときは。そうそうそう、これいいな、うん、もう大工さんの知り合いの板金屋さんに、はい、お願いして、あ、作ってもらって。そうそうそう、取りためてるんです。あ、シートも、そうそうそう、シートもレカロシート。あ、レカロですか、これ。レカロ、すげえ。レカロね、めっちゃ憧れです。いや、このタイプいいですね、めちゃめちゃかっこいい。営業力がないですね。トイレついてるんですか。入っていいんですか。カバン置いとく。はい、あ、こっちですか。それトイレって書いてるわ。あ、これですか。あ、本当だ。おお、うわ、トイレあるんだ。うわ、トースター
これ車内繋がってるんですか、この窓で。これいいですよね、便利だ。冷蔵庫半端ないよ。本当だ、でかそうですね。あ、じゃあバッテリーもしっかり。ああ、綺麗。あ、全部。あ、全部。あ、全部自作なんですね。これ二段ベッドない、ここまで。ああ、ここが。上側はね。はいはいはい。あ、ここも。確かに全然広い。うわ、収納もいっぱいある。ありがとうございます。いや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 、めっちゃ味が。なんとか頑張りました。いや、やっぱ軽バンいいですね。このサイズ感がいいです。そうっすね。これ塗装もしたんですか、車の。しました。あ、自分で。はい。どうぞどうぞ。いいっすね。ちょうどいいな、すべてが。そう、そのテーブルもキャンプ用なんですけど、すごい高さちょうどいいなと思って使ってます。そう、そこ座るとちょうど前後左右あの開くので気持ちいいんですよ、その席。いいね、全然全然。ありがとうございます。行こう。座席もこれで。うわぁ、いいっすね。車じゃこんなんですけど。はい、憧れっすね、この座席。すげぇ。おー、すげえ。明るすぎだよね。いや、いいっすね。外装がやばいな、これは。うわ、ピッカピカ。いや、もう自分ね、ホイール全然こだわれてないから。これ、ね、オートバックスで一番安い。このサイズで。かっこいい。結構かっこいい。見ればかわいいな。4ナンバーだから。あ、プラダンに貼ってる。外装かなんかで買ってます。あー、はいはいはい。あれ、網戸か。最後までご視聴ありがとうございます。だいたいね、一人で DIY したり登山したりのソロプレイですが、人生で2回目のキャンピングカーイベントに参加してきました。今回はね、キャンピングカーのフェスだったので自作キャンピングカーはそこまで多くなかったんですけど、ほんとプロが作るね、細かいこだわりとか実用性、ほんと楽しかったです。キャンピングカーファンフェスはなんか毎年やってるみたいなので、来年も参加したいと思いました。タックルさん、主催から MC、 何から何まで本当にありがとうございます。やっぱりね、色々なキャンピングカー見るともうアイディアがもう溢れてきて、
ャンピングカー内装も一気に仕上げていきます。動画の方ちょっと遅れてるんですけど、だいぶ進んできたので、リアルタイムで見たいよって方はインスタグラムのストーリーで載せてるので、こちらもフォローお願いします。まあ、軽バンの方もね、ほんといろいろアイディアがね溢れてきてるんですけど、一個ずつ頑張ります。今回はね DIY ではなくてルームツアーみたいな感じで撮ってみました。まあ、今後もね DIY 以外にも古民家を改造してるとことか、キャンプ場とかを作ってる開拓してる人たちの秘密基地ルームツアーみたいなのも撮っていきたいと思ってます。今日の動画の感じとか秘密基地ルームツアー系も見たいよっていう方がいたらコメントで教えてください。まあ、自作でねいろいろ開拓してる人たちのとこに見に行って、まあ、自分の基地の勉強プラス視聴者さんで見たいよっていう人がいれば、動画としてもしっかり撮ってこようと思います。好きなものを見る最高です。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録の方もお願いします。